6時になりました。3月30日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外が少し、大々までいかないようなグレーじゃないぞというような雲の部分も見えていますが、全体的には少し分厚めの雲が多いですね。 15.7 度、北風が 2.1 メートル、浜松町ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東、空模様変化注意してください。気圧の谷が湿った空気の影響で、この気圧の谷やですね、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、日差しは時々出る程度です。次第に大気の状態不安定となり、夕方以降ところどころにわか雨や雷雨がある見込みです。最高気温、昨日と比べると内陸中心に3度ほど低くなるでしょう。それでも4月下旬から5月中旬並みの22度前後、季節外れの暖かさは続く見込みです。東京地方、今日は曇り時々晴れ、降水確率午前 10%、午後 20%、夕方6時以降が 30%、明日は晴れ時々曇りの予報です。現在、濃霧注意報が千葉県と茨城県、波浪注意報が千葉県北東部、南部、茨城県に出ています。また、雪崩注意報が群馬県の利根沼田地域に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、真相なりました。おはよう、寺ちゃん。スタジオも変わってね。なんかね、はい、こう日本の中心に来たかなって。はい、先週まではなんかあの牢獄、牢獄じゃないですよ、もういいスタジオだったじゃないですか。まあ、確かにコンパクトで、そうそうそう、ね、寺島さんとの仕事はねしやすかったんだけど、はい、それはね、あの同じあの獄舎に入れられている、いやいや、獄長とその手下みたいな関係で、いや待ってくださいよっつってこっちの方がね10畳を超えるぐらいの広々としたスタジオ。そうですよね。でもいろんな人から見られてる可能性はあるんですよ。向かいのビルが嫌なんじゃない、あのね、今蛍光灯ついてるところから双眼鏡で誰か覗いてるかもしれないし、それで、今日はですね、はい、まあ、あのお見せできるかどうか分かんないですけど、あのほら、ちょっとジャケットにネクタイという、はい、そうなんです、ね、素晴らしいでしょ。で、寺島さんは、そのポケットに入ってる、それはあの、何マスク言ってるいや、シールみたいなね、ハンカチかと思ったら違うんですね、紐ついてるあ、なるほど、マスクですから。いやいやいや、本当ね、なんか高級感が増しちゃって、いいんでしょうかね。いやいや、これでいいんですけど、座り心地いかがですか、椅子の。椅子、変わらない。ここだけはなんかあのコストが しょぼいみたいな。違うんですよ。なんか私はね、第2スタジオよりもちょっと高くて、あ、居心地が今一つまだ違和感があるんですよ。やっぱね、高いところになれろって、ね、ついにステータスが上がってきたんですよ。そうですか。やばいね。こういう時に人生ってね、はい、思わぬ落とし穴がありますからね。はい。いきなり髪の毛抜けちゃうとか。いやいや、待ってください。それは。なんか。これ以上抜けようないですけどね。いやいや、まだまだまだっていうのも変な言い方いや、ほんと、ね、さて、あの世の中に目をやりますとですね、厚生労働省の職員23人が新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言、これが解除された3日後の今月24日東京銀座の居酒屋で宴会を開催していたことが分かりました。で、東京都は飲食店に対し夜9時までの営業時間の短縮を求めていましたが、職員は深夜まで会食をしていたと。宴会には課長級以上も含まれていると。厚労省は事実関係を確認し処分する方針です。厚労省の幹部によると、23人は介護保険制度を担当する職員で、送別会の名目だったとみられます。田村厚労大臣も把握していて、今日の記者会見で説明するとともに詳しい経緯を調査する意向を発表する見通しです。厚労省の職員23人が深夜まで宴会を開いていたという、まあ、こういうことが分かったということなんですかね。まあね、送別会ですか、はい、まあ、その、ね、名目は、はい、あのね、
理解はできる、やりたいなって気持ちはね、はい、分かるんですけど、やっぱ国民みんながこう、自粛してる中で、これはないなと、はい、さすがに23人は、そうですね、これ、誰が止めなかったのかと、ですね、23人の中に1人か2人、ちょっとやめましょうと、はい、これがもし大事になったら大変ですよと、はい、僕がいたらね、言いますよ、はい、あの確実に上司だろうが何だろうが、クビになっても、はあはあ、クビにしたら逆におはようテラちゃんに言うぞと、そうか、そういう田中に言うぞと、ねえ、いやだけどやはり自覚の問題ですよね。もう自覚っつうか、やっぱね、いや気持ちはわかるんですよ、いやそりゃね、今ラジオ機の方だって、いや大人数でね花見してえなとか、居酒屋でもうね心ゆくまで飲みてえなとか、いろいろ思うじゃないですか。そうですよね、そう言ってる田中は先週、はい、ついに1年2ヶ月ぶりに、はい、アイドルの現場行ったろうと。行ったんですか？すいません、行っちゃいました。いやでも行ったって、それは、まあ、別にね法律違反じゃないから。違反ではないですよ、しかもねちゃんと、ね、あの感染対策バッチリでした、はい、逆に感染対策バッチリやってたんで、はい、僕はね、不安になりました。どうしたかっていうと、お客さんね、すごく大喜利になるようなグループがやったんですよ、はい、普通だったら、だけどね、やっぱ、観客、はい、座席指定で密にならないようにね、しかも僕の前後ね、まあ、ただでさえ僕ほら光るじゃないですか。いやどうだか、今ホールでやるとね、レーザーとかビービービーってね流すんですよ、それが僕のね頭に当たるとですね、屈折してですね、なんか発光するみたいな。散乱するんですか。初め後ろの方にね、人がいたんですよ、はい、で僕ね悪いなと思ったんですよ。悪い、見晴らしがいいんですよね、ある意味、はい、逆に、はいはい、ただアイドルが僕のハゲ頭の上で踊るような展開になっちゃうんですね、後ろから見ると。わかります？ステージが僕のつるっぱけになるわけですよ。反射するってことか。そうかそうか、映るんだ。僕のこのね、頭の上にアイドルたちがこうキラキラ鏡のような、そうそうそう、はい、踊るような展開になっちゃう、後ろから見ると。お、不幸な展開なんです。いやどうだか。でハッて気づいて終わった時に後ろ見たら、いなかった。いなかった。席移ってた。そうですか。いろんな現象が起きるんですね。まあそれは功労者の方もしますけど、功労者、功労者、功労者の方が重要ですから。だから自覚の問題ってことですよね。だからこれね、まあ、9時まで守ってるとかいう問題じゃなくて、深夜まで会食してるってとこも一つ問題であるし、ね、23人って今だいたい5人以上はなんか なるべく避けましょうみたいなことを呼びかけてるわけですし、ね、だからいろんなところで、あ、この人たちね、公務員だし、もう、ね、これでも本当信じられないですよね、時間も人数も、はい、なんか一つのネタ、いやいやいや、そうですよね、身をもって自分たちがまずいってことを反面教師みたいなね、反面教師みたいになっちゃって、いやだからこういうのが分かってきたということなんですよね。氷山の一角じゃなきゃいいんですけど ね、 そうですね。やっぱ、まあ、ただでさえね、はい、今官僚の人たちのブラック職場的なね、はい、長時間残業の問題だとか、非常にしんどいってところがクローズアップされてますけど、一方でこの事件が、はい、まあ、氷山の一角みたいな形になってね、はい、今度逆に公務員叩きみたいになってしまったら、これはやっぱね、ちゃんと働いてる人たちは、はい、これしんどい感じになっちゃいますよね。そうですよね、はい。今朝もですね、メール、ツイッター、あなたの周りの情報でお待ちしています。メールはテラアットマーク JOQR.net、ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。漢字とひらがなですね、お寺のテラだけ漢字だ、あとおはようテラちゃん、ちゃんはひらがな、おはようもね、たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻6時12分です。ニュースピックアップ、この時間は、田中さんと一緒にですね、いろいろなニュース、田中さんにお話をしていただくコーナーです。まずはこちら、毎日新聞、大阪まん延防止州内要請。大阪府の吉村知事は昨日、新型コロナウイルスの感染が急拡大しているとして政府に対し、営業時間短縮要請に応じない飲食店に命令ができるまん延防止等重点措置を適用するよう州内に要請する方針を表明しました。
まん延防止措置というのは2月に成立した改正新型インフルエンザ等対策特別措置法で新設をされたもので、政府がですね、都道府県への適用を決めると知事は地域を指定して飲食店などに時間短縮を要請命令し、正当な理由なく応じない場合には20万円以下の過料を科すこともできるというものなんです。で、吉村知事、昨日大阪府は第4波に入っているとの認識を示しまして、まん延防止措置が適用された場合、罰則は伴わないが政令上の義務は単純な要請とはレベル感が違う、マスク会食の義務化、あとマスクをしていない人のこの入店禁止、これを明確にしていきたいと話しています。大阪府26日以降連続で新規感染者数が300人以上となりまして、28日およそ4ヶ月ぶりに東京の感染者数上回りました。田中さん、この吉村知事の対応ですけれども、これはどう思われますか？そうですね、まん延防止など、はい、重点措置、はい、結構厳しい対応なんですよね、まあ、どこが感染が拡大するかってね、よく飲食店の方々を、まあ、ターゲットに してしまってる形なんですけど、まあ、結局はその飲食をしながらこうなんて言いますかね、大声で喋ったり、はい、お酒で盛り上がっ てですね、長時間こう話しちゃうと、はい、そうするとこう感染が広がる契機になってしまうんですよね、でそこを避ければいいわけなんですが、はい、なかなかそれが難しい人たちが、今日の冒頭で話した厚労省の職員でさえも23人集まって深夜まで、飲食しているというようなニュースを聞くとですね、まあ一定程度そういった人たちがいるということを考えるとですね、やはりこの、政府なりこう地方自治体の長がですね、はい、はっきりと実際こういったね、重点措置をするかどうかは別にしてですね、強いアナウンスをしていくってことは重要かなっていうふうに思いますね、はい、今もお伝えしましたけれども、吉村知事は罰則は伴わないが政令上の義務は単純な要請とレベルが違うってことは、その20万円以下の過料というのは考えてはないけれども、レベルアップしましたよ、ということですね。やっぱですね、ちょっと、言い方はあれですが、人々のですね、感染に対するこの恐怖心警戒心、そういったものを喚起する上で吉村知事が強い発言を言うと、で、罰則を課すかどうかは別にしてですね、強い姿勢であるということを言って、それをマスコミが大きく取り上げるということはですね、非常に効果があるというふうに、思いますね、はい、その新型コロナウイルスの感染者数再び急増している各県で、昨日飲食店に対して新たな営業時間の短縮、これを要請決めたりですね、すでに出している要請を延長する動きも相次いでいます。兵庫県、お酒をその提供するですね、飲食店などへの夜9時までの時間短縮を今月31日から、来月4月21日まで3週間延長すると。で、沖縄県は那覇市などの飲食店有業施設を対象に4月1日からですね、3週間夜9時までの時間短縮を要請すると発表しました。沖縄も結構ね、何か大変になったっていう、知事も言ってますし、で、この飲食店にとってはですね、時短要請で経営が厳しくなる、そうですね、飲食店からしてみればなんだよって感じなんですが、となればやはり田中さん、政府のさらなる支援が必要となると。そうですね、もうね、飲食観光に、もう経済の落ち込みはね、一挙にこう集中してますんでね、それが緊急事態宣言明けじゃないような状況がまた続くとなると、さらにこれ深刻になるかなっていうふうに懸念してますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、飲食宿泊6割が支出超過、新型コロナウイルス下での中小の飲食宿泊業の資金繰り、こちらが悪化しています。銀行の口座情報から資金の流れを調べたところ、収入が不動産賃料などの支出より少ない支出超過の飲食宿泊業、1月時点で6割と1年前に比べて倍増しました。運転資金を賄えず銀行借り入れなどに頼っているということですね。この飲食宿泊業の資金繰りが悪化した要因、本業の収入が減ったこと、ある旅館はですね、雇用調整金などの政府からの支援を受けているんだけれども全然足りないと嘆いていると、この債務超過になる企業も増えているということなんです。この現状、田中さん、いかがでしょう。そうですね、借り入れてもですね、
まあ、返済期限がですね、はい、もう始まるとかですね、まあ長くても2年後ですんで、去年から言うとね、あと1年ぐらい、1年後にはですね、ちゃんと返済していかなきゃいけないとか、はい、また借り入れもですね、追加で借り入れすることが難しいであるとかですね、いろんな形でもうお金を借りてなんか運転資金を調達していこうっていうですね、ことにはなかなかもう、対応が難しくなっていると、はい、いうことで、まあ、中小企業の人たちのですね、特にまあ飲食観光、はい、非常にこうまあ、経済的に逼迫しているという状況ありますよね、はい、実はね今日これからですね、午後になると思うんですけど、はい、西村大臣と、はい、私政策提言に行ってきます。あ、田中さんいらっしゃる、西村大臣とお会いする。本当はですね、菅総理に会いたいんですが、1時間2時間枠の時に、はい、話しましたけど、はい、周りはですね今ね、財務省の役人たちが囲んじゃいましてね、菅総理はですね、はい、我々と会いたいと言ってるんですが、なかなかねスケジュール組んでくれないんで、しょうがないんで、しょうがないって西村大臣に、まあでも会えるだけでもね、こういった中小企業の、ね、救済方法とか、具体的な提言をしていきたいと思ってます。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。さて、日本の会社が所有する大型のコンテナ船がエジプトのスエズ運河で座礁した事故、コンテナ船が岸から離れることに成功し航行を始めました。周辺では370隻以上が立ち往生していましたが、運河の航行再開、通行の再開もですね発表されています。当初座礁の原因、砂嵐による視界不良と強風が原因と発表されていましたが、人的ミスの可能性というのも指摘されています。通行再開が発表されたものの、すべてのこの船舶が通過し終わるまでには時間がかかりそうだということです。航海と地中海結ぶ海運の要衝でありますこのスエズ運河の通行の再開ですが、結構かかりましたねこれね。そうですね、ほぼ1週間ぐらいですかね、はい、やっぱ注目してましたけれども、やっぱ石油とかですね、液化天然ガス、はい、それが通るですね、要衝ですんで、まあ、経済的にもですね、原油の先物価格が、はい、上がり気味 でこの再開 の報道を受けてですね、先物、石油のですね先物価格が、大幅に下落してですね、はい、マーケットは、非常に、ね、大変な思いをしたみたいですけれども、はい、まあ1週間ぐらいであれば、まあ被害も経済的な被害もですね限定的かなっていうふうには思いますけどね、はい、まあ、だけど改めてこのスエズ運河、パナマ運河とかね、これ社会で習ったことは習ったんですけど、実際に見たこともないし、まあ、映像を見ても今回のでも事故であんな狭いとこなんだって。そうなんですよ、衛星のですね、はい、GPS 画像で、この、コンテナ船がこう、はい、どういうふうに蛇行していったかっていうのをですね、見る映像があったんですよ、はい、それを見ると本当ね、狭い中を、はい、フラ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 しながら、かなりね座礁する前、かなり手前からですね、運転がこう蛇行してるんですよね、はい、これは強風とか砂嵐とかね、いう説があったんですけど、そこら辺がどうなのか、はい、で今、よく話題になってるのはもう保険が降りるじゃないですか、はい、でその保険をさらに保険している再保険会社、はい、はあはあ、それが顔面蒼白なんじゃないかとかですね、そういったいろんな市場にもね、はい、大きな影響を与えてますけど、まあ、あとね、スエズ運河って言えば、昨日郵便学者 の内藤陽介さんが、はい、多分言ってたと思うんですけど、エジプトと、はい、イギリスとフランスがですね、このスエズ運河の領有をめぐって戦争してですね、その時にこのスエズ運河にエジプト側がですね、はい、船舶をいっぱい沈めたんですよ。でそれで通行を妨害したっていうねことがあって、はい、これは簡単に通行をね、なんていうか妨害することができるなと、もう一隻、まあ、3、4隻ぐらい沈めたら、はい、通れなくなっちゃうなと。そうなんですよね。でしかもこれ拡張したんですよね、確か。あ、そうですね、拡張して300メーターですよね。それにしてはもう全然狭いなと。そうですね、ひょっとしたらね、隅田川ぐらいの印象かなっていう。いやいや、本当思ったよりね、思ったより狭いですよ。まあ、300m って実際に見れば広いんでしょうけど、まあ、タンカーも今太くね、幅も広くなってるし、横向きは 400m あるわけですから、ちょっと驚きました ね、 これね。そこでね、なんかね、日本の YouTuber だったらですね、はい、もしエジプトにね、今新型コロナで行けませんけど、はい、行ってですね、スエズ運河で一
背泳ぎみたいなね、YouTube 動画を、ね、配信したりしてね。捕まるんじゃないですか、それ。ねえ、はい。まあでも、高校通行が再び再開されたということのニュースが入ってきています。さあ、それではですね、ここからはニュース最前線。田中さんに今朝伺うテーマ、こちら。値上げの嵐で消費者心理はどうなる？4月1日から消費税込みの支払い総額の店頭表示が義務化されることに合わせ、外食チェーンで価格改定の動きが出ています。ハンバーガーチェーンのモスバーガー、あとうどんチェーンの丸亀製麺は4月1日に価格を改定、新型コロナ禍で上昇したコストを価格に反映させる値上げに踏み切るとしています。モスバーガー展開するモスフードサービス、4月から持ち帰りとお店内の飲食の税込みの価格一本化して、全メニュー116品目のうち70品目を値上げします。値上げ幅は10円から50円で、今年2月の販売数量に基づく試算では 2% の増収となります。ただ価格の改定は消費者離れを招く懸念もあるだけに、各社にとっては苦渋の決断としています。消費税込みの支払い総額の店頭表示が義務化されるということなんですけども、田中さん、このあたりどうご覧になりますか？これはね、財務省がね、はい、簡単に言うとバカなんですよね。あ、バカですか？どうしたかっていうと、これ、はい、特例でその本体価格プラス税っていうね、はい、別表示、これを今年 その3月までっていう形で特例措置としてやってたんですよ。で特例でもうこれ期限が決まってるから、じゃあ4月からは税込みにしますよとね、はい、やってるんだけど、今それをやったらやっぱ企業側もこの価格のね、表示を変えなきゃいけない、はい、つまりコストがかかると、で消費者の方もこれひょっとしたらですね、消費が低下してしまうかもしれないと、いいことないですよね、はい、しかも新型コロナ危機でただでさえ経済的な困窮が企業側にも消費者側にもある中で、それをね、なんか法律ですでにもうあらかじめ決まっておりますから、はい、ね、その通り粛々と進めますなんてことをね、やってるのはこれ財務省の愚かさ、財務大臣の麻生さんもダメ、そういったことですよね、はい、で消費税込みのこの支払い総額店頭表示が義務化されると、これコロナ禍での消費者心理ってのはどうなるんですかね？ですね、これ日本の経済学者が研究したことがあるんですけれども、全体としてやはりですね、消費は落ち込みます、ね、落ち込む、はいはい、やはり高く見えてしまうということですよね、でさらにこれをですね、高所得者層と低所得者層に分けると、結構ねはっきりしちゃうんですね、はい、高所得者層の方がどちらかというと買い控えするんですよ、高所得者の方がお金が、つまり比較的あるのに、表示は違うけれども、払うお金は同じじゃないですか、はい、だけれども、所得が高い人たちの方がどちらかというと、多く使う人もいるし、はい、少なく使う人もいると、でプラスマイナスすると少なく使う人の方が多いと、で低所得者層の方々の方は、やはり財布の紐がねがっちりしていて、はい、非常に冷静的に、これ全然変わらないじゃないか、だから、変わらないんだ、そう、はい、あんまりこう使いすぎもしなければ、財布の紐を締めすぎもしないと、はい、合理的に判断するというような調査が出てるんですよ。そうなんですね、また液化天然ガス、あと原油価格の上昇によって電気都市ガスの家庭向け料金、大手14社すべてが値上げします。東京電力の場合で前の月に比べて138円程度、一方賃金減少を反映して公的年金額が 0.1% 引き下げられるなど、実質的な家計負担はさらに高まります。この状況でデフレ脱却ってのはできますか？できないですよね、このまま放っといたら、はい、明らかに、やはりこの財政政策、特にこの、皆さんの中でもね、一律給付金を要求している人たちが多いとは思うんですが、低所得者層にだいたい2400万人から3000万人、はい、これはかなりですね、数字把握してるんですよ、はい、地方自治体が、でこれに関してはおそらく一律給付金と同じスピードで配ることができますんで、はい、その人たちを中心に例えば1回で、あればですね、3万円とか、配ったってせいぜい9兆円ですよね、この間の第三次補正予算が全部で20兆円ぐらいですから、
どうってことない額ですよね、はい、それを出して、さらに、金融政策、金融政策の方もね、最近こう不安定化してるんですよね。あの雨宮副総裁、はい、これ本当ね、あの日銀の中の一番悪い人です、経済的な意味で。あ、そうなんですね。性格は知りません。その人が例えばあの、企画局っていうのがあるんですね。あの日銀の中の政策をだいたい企画立案する、その長に内田さんっていう人がいて、はい、この雨宮内田体制っていうのが、まあ日本を20年間こう失われたね、20年、はい、長期停滞をもたらした金融政策を生み出したような発想で、今の金融政策もね、コントロールしようとしてるんですよ、はい、でこの間あの政策もですね、修正されましたけれども、それを見る限りね、これやっぱね不安ですね。どちらかというとこうインフレ目標をこう実現できないような、つまりデフレ脱却を実現できないような金融政策に持っていこうと、はい、日銀はなるべく責任を取らないで、政府に責任を追っかぶせようというようなね、はい、スタンスに移行していく。まあ、それに反対しているのがこのおはようテラちゃんでコメンテーターであった、はい、あの片岡剛さんは、相変わらずインフレ目標をともかく実現するような枠組みしなきゃいけないと、ずっと頑張ってますけれども、それをまあ阻止しようとしているのが雨宮内田体制と、ね、そうなんですね、政府はですね、先週財政、経済財政諮問会議を開いて、今後の経済の活性化策、こちらについて議論しました。緊急事態宣言の全面解除を受けて、民間議員は経済の活動の正常化に向けて、新型コロナウイルス下のこの雇用政策、この転換を提案したということなんですが、まあ、あのこれまでのまあいろいろね、手は打ってきているんですけども、改めてこのインフレ目標今 2%、 そのここに届くまでこの給付金などの支援っていうのはやはり続けていった方がいいってことなんでしょうかね。給付金っていうのはどういう制度かっていうと、はい、これ消費を刺激するってすぐみんな関心しちゃうと思うんですが、はい、違うんですよ、はい、生活を支えるんで、はい、消費に使おうが貯金に、あの使おうが、まあ、はい、あと税金とかね、はい、ローンの支払いにしようが、これ全然いいわけですよ、はい、税金やローンの支払いにするとこれはね、消費の刺激に回りませんから、はい、経済をあの活性化する方にはいかないんです、はい、これは経済統計上、で、それはもうどうでもいいんですよ、はっきり言って何に使おうが、はい、まあ、給付金っていうのはそういったものです、はい、で、経済を刺激するためにはこう感染が拡大しているときにはこれターゲットを絞ったね、はい、景気刺激策の方が経済全体を活発化させちゃうと、これ感染がまたね拡大しちゃうと元も子もないんで、やっぱターゲットを絞ると、はい、弱いところに、それはあの GoTo キャンペーンであるとか GoTo イートなんですよね、はい、でそういったことをやると、うん、で、さらに感染拡大が本当にですね終わるなと、ワクチン接種が広範囲にわたって、はい、みんなもうそろそろ新型コロナが終わるなっていうところで大型 の、 あの景気対策をすると、その時 の、はい、あの主人公っていうのは国土強靭化でもいいですし、また公共事業、まあ、やってることは同じですけどね、そういったもので防災インフラを中心に整備していくと、で同時にこの金融緩和政策、インフラ目標を、守るような政策を取る、はい、さらにそこにですね消費減税、これやるのはいいですね、まさに消費を刺激すると、消費が弱いんですから、そういった大胆な経済刺激策を取っていくと、いうことが必要ですね、はい、以上ニュース最前線でした。時刻6時54分です。さて、今朝のこの時間のコメンテーターは田中さんです。こういうニュースが、ね、入っているというところになってまいりましたが、厚生労働省ですね、部下だった男性にパワーハラスメントをしたとして、元室長補佐の男性減給10分の1の懲戒処分にしたと発表しました。なんとこの上司、ハラスメント防止のために各課にですね配置されたパワハラ相談員でした。元室長補佐は2017年部下の男性に死ねっつったら死ぬのかなどと威圧的な口調で指導しました。男性がうつ病を発症したのは上司のパワハラが原因だったとして、厚生労働省が今月2日民間企業の労災にあたる、公務災害、こちらに認定をしていました。パワハラ相談員だった上司が部下にパワハラしてたっていう、これどうですか田中さん。いや、あのね、はい、こう今日のニュースでも取り上げましたけど、はいはい、厚労省の職員が、23人で深夜まで宴会、はい、で今回これは、あのパワハラ相談員
だった人がパワハラをすると、厚労省どうなってんだよってよ。ちょっとこう続くとね、これブラック職場、ブラック職場じゃないか、これは。あのね、はい、その23人でこの宴会したっていうね、はい、あのニュースにちょっと触れまた戻りたいんですけど、それね、やっぱこう誰か押しとどめる人はいなかったのかと、はい、明らかにまずいですよね、誰がどう考えても、はい、一言言えなかったのか、つまり言えないような職場、そうなんです、つまりそこの風土っていうのはやっぱ上司が、はい、飲みに行くぞって言うと、はい、ね、もう部下は従わざるを得ないような感じなのかもしれないですよね。そうなるとやっぱこういったね、この、パワハラみたいな環境が厚労省の中で一般化している可能性も高いと、はい、これをやっぱね改善しない限り、まあ、ただでさえ今ね、はい、あの、まあ、今あの新型コロナ危機なんで公務員人気がまたね、あの、そうですね、復活したんですけど、まあ、それはね、あの、もし景気が回復すればまた公務員 の人気がね、はい、こう低下していって、もうブラック職場だから行きたくないと、はい、そうなってしまうとですね、やっぱこれ、公務員の質が下がっていくと ね、日本の行政の質が下がると、はい、ただでさええー、このニュースだけ見るとね、もともと下がってるんじゃないかと、疑惑もありますが、あと春らしいと言っていいかもしれないニュースもあります。神奈川県藤沢市の路上で下半身を露出したとして公然わいせつ容疑で慶応大学2年の男が現行犯逮捕されました。 JR 藤沢駅近くで全裸になり下半身を露出した疑いが持たれています。男性に対して見て見てなどと声をかけたといいます。警察によると当時酒に酔っていたといい、裸になることに興味があり見てもらいたかったと容疑を認めていると。交番の前を裸で歩く容疑者を警察官が目撃し現行犯逮捕されたということですが、まあ、これは春になったからなのか、それとも、まあ、あの季節関係ないのか、どうなんでしょうね。そうですね、下半身を露出してよほど自信があったのか、どうなんです、 もしくはその筋肉鍛えててね、でお酒酔っ払っちゃって解放されて、もう見て見てっていう。あ、でもそれ上半身は分かるけど、そうか、下半身 ね、あの寺島さんも、あのね、これから7時過ぎ、はい、YouTube であの動画配信があるんですか。はい、それに備えてなんかあの服とかね、あの普通に着てますけど、普通に待ってください、いつも着てますよ本当はね、薄着ですからね。いやだけどどうでしょうね、この春のパン祭りに対して春の肌全裸祭りとかね、あ、まあ、暖かくなってくると全裸になるってのは気持ち、あ、確かにね、私の記憶によってあのよりますと過去に飲み会って、まあ、数々ね参加しましたが、酔って脱ぐやついましたね。いましたね、ね、そういうやつで、あの何なんだろうあれ、僕のね友達でもね、あの石塚くんカッコ仮っていうのがいて、カッコ仮ね、カッコ仮、それが酔っ払ってですね、別なあの、飲み会の席に乱入したらですね、あの巣巻きにされて帰ってきたんです。あ、ぐるぐる巻きにされて、でそれをですね、あの福島くんカッコ仮がですね、あのそのロープをほどいていたらですね、福島くんの顔にですね、なんか黄色い液体がシュパーとかかったんですよ。そうしたらですね、その石塚くん、石塚くんカッコ仮が、あのですね、その気持ちよくなっちゃって、自分でこうなおほどかれたら、さらに気持ちよくなっちゃって、ね、解放されちゃってそのまま自分で下半身からであらぬものをね引っ張り出して黄金水をピューってね僕はその映像で、あの酔っ払いながらで、あのスローモーションのように見てました。見てた、黄金水がかかってるんですか。やめてください。その後意識なくなりました。もう食事中なんですか。なんという、ね、え、いや、あの注意した方がいいですよね。今朝もメール、ツイッターお待ちしております。あなたの周りの情報です。まもなく7時です。7時になりました。文化放送、おはよう、テラちゃん。3月30日火曜日、7時になりました。おはようございます、寺島直政です。
外は曇ってますね。浜松町 15.8 度、東寄りの風が 1.5 メートル吹いてます。湿度は 74%。 ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。さて、おはようテラちゃん、この7時からですね、 YouTube チャンネルではスタジオの映像とともに生配信中でございます。違法アップロードの配信ではなく、公式のチャンネルからぜひご覧になってください。今モニターがありますけれども、田中さんと私の後頭部が映ってますね。やんやんじゃないですよ、いやほら大きなモニターに映ってます。頭の上が全裸なんですよ。いやそれは全裸とは言いませんから。か潔しというところです。潔し初めて武士ですよ、そこは。ありがとうございます、ね。今朝もですね、ラジオ機のあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグひらがなと漢字でおはようテラちゃんでつぶやいてください。おはようとちゃんはひらがな、テラだけ漢字ですね。ハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。さて、東京の天気ですけれども、今日関東はですね、空模様変化注意が必要です。気圧の谷、あと湿った空気の影響で雲が広がりやすく、日差しは時々出る程度です。で、次第に大気の状態不安定となり、夕方以降ところどころにわか雨や雷雨がある見込みです。最高気温、昨日に比べると内陸中心に3度くらい低くなるでしょう。それでも4月下旬から5月中旬並みの22度前後、季節外れの暖かさが続く見込み。東京地方、今日は曇り時々晴れ。現在濃霧注意報が千葉県と茨城県に出ています。さて田中さん、春、そしてもう4月から新年度となりますね。はい。新年度を迎える4月から、暮らしに関わるサービスや仕組みが変わります。この商品ですとかサービスのこの価格をですね、表示する際に消費税含んだ総額、これを示すことが義務付けられます。また公的年金支給額が下がり、介護や障害福祉のサービス料金が上がると、こちらは上がるんですね。公的年金支給額は下がるし、介護や障害福祉のサービス料金は上がっちゃうってことなんですね。で、消費税の総額表示、消費税率が 5% だった2004年に義務付けられましたが、その後の段階的な税率引き上げ、これを見越して2013年の秋から本体〇〇円プラス税というこの表示をですね、一時的な措置として認めてきましたが、この消費税を含んだ総額、これを示すことが義務付けられるということなんですね。改めて田中さん、これいかがでしょうか。やはりですね、本体プラス税よりも総額表示の方が、払うお金は同じなんですけれども、はい、消費者 の, このマインドから言うと、何かお金上がったなと、払うお金がね、で消費に、マイナスの影響が及ぼす明らかになるんじゃないかなということがですね、経済学者の研究でもはっきりしているんですよね。今のね、この新型コロナで、ただでさえ消費が冷え込んでるのに、こんなことをするね、政府何をやってんのかなと。今はね、消費もこうできるだけ進めたいわけじゃないですか。そうですよね。なんでこんなことをね、わざわざやるのか。また企業側にとってもね、表示をこれ変えなきゃいけないんで、コストがかかりますからね。企業経営にとっても、マイナスの方が大きくなると、いいこと全然ないですよね。今ね、財務省がちょっと頭がよろしくないんですよ。どうしてかというと、20年ぐらい前の財務省だと、例えば消費増税しますという時には、何か所得減税も一緒にやりますみたいな話をやったんですが、最近は違うんですよね。2019年の消費税の時もただ単に上げるんですよ。でシンプルに上げちゃうんですよね。シンプルに上げる。で、今回も期限だから総額表示にしますってね。これは新型コロナなんだから、少し融通利かせて1年先送りとかできないのかと。だって1万円のものを買う、今までだったら1万プラス税とかになってた、1万かみたいなね。でだけれども、今回総額になると1万1000円って出るわけですよね。 10% のものだったら、でちょっとあれ1万超えちゃうのかとなるとね、そこで消費を控える人も出るってことですもんね。そうなんですよね。だからね、官僚のレベルが下がっていって、でその官僚のレベルをの低下をですね、補うほど、例えば麻生財務大臣が、クレーバーではないと、つまり庶民の感覚に立ってですね、そういった消費の冷え込みになるにつながるような、政策は先送りするっていうね、発想がないと。先送りすればいいだけですよ、これ。決まったことだからじゃなくてね。そう、今のね、我々のこの庶民感覚で言ったらね、消費が低迷しちゃうっていうのがね、
何かっていうと、やっぱ我々のこの、入ってくるお金がね、少なくなってるってことですよね、景気が悪いと、でそういったことを十分ね、庶民感情に立って、考えることができる、総理大臣や財務大臣であってほしいと思いますよ、本当に。ただでさえね、先ほどもちらっとお伝えしましたけれども、年金受給者の収入も減ると、公的年金、国民年金、厚生年金ともに月々の支給額が引き下げられるわけですから、これを聞いてるとですね、私はなんか逃げたくなっちゃいますよね、経済学者でね、どうしたかというと、この、景気が落ち込んでる時に所得がなおかつ、減ると、で消費も低迷するような、政策がどんどん出てくると、一体何なのかと、あってはいけないことなわけですよね。あってはいけないと思いますね、だからやっぱこれを、打ち消すためにはね、僕はですね、低所得者層に絞ったような、給付金の方が、いいとは思うんですが、やはりこの一律給付金を配って社会の雰囲気を変えるっていうね、主張にもやはりこの、理解はありますね、で6時台でもちょっと話しましたけれども、今日ね西村大臣と私は面会するんですよ、政策提言 で、でやはりそこら辺の、話をね、してみたいと思います、時間は限られてますけれども、具体的な提言でね、やっぱね庶民の目線に立った政策をしないとダメだと、もう問題がはっきりしてますね、消費の低迷ということでね、でこれをどうにかして、維持、さらにはこう刺激していくと、そういった、有効な政策を取ってほしいと、少なくとも、コロナ税であるとか、消費増税とかね、そんなことは絶対政権側から言うなと、もうそれだけね、100万回ぐらいね、15分しかある時間ないですけどね、ずっと言おうかなと、ボットみたいに。だったら消費税減税、消費税減税って何度も唱えてくださいよ。怪しい人ですね。帰ってくださいって言われて、いや熱意は伝わると思います、はい、文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りします。文化放送おはようテラちゃん、時刻7時12分です。今朝のコメンテーター、この時間は経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップ、続いてはこちら行きましょう。毎日新聞、大阪まん延防止州内要請。大阪府の吉村知事は昨日、新型コロナウイルスの感染が急拡大しているとして政府に対し、営業時間短縮要請に応じない飲食店に命令ができます、まん延防止等重点措置適用するよう州内に要請する方針を表明しました。まん延防止措置、2月に成立した改正新型インフルエンザ等対策特別措置法で新しく設けられました。政府が都道府県への適用を決めれば、知事は地域を指定して飲食店などに時間短縮を要請命令し、正当な理由なく応じない場合には20万円以下の過料を科すこともできます。吉村知事、昨日大阪府は第4波に入っているという、こういう認識を示しまして、まん延防止措置が適用された場合、罰則は伴わないが政令上の義務は単純な要請とはレベル感が違う、マスク会食の義務化、マスクしていない人の入店禁止を明確化していきたいと、こういうふうに話しています。飲食店に命令ができるまん延防止等重点措置、通称マンボウと言いますけれども、どのような運用方法がこれ効果的なんですかね。運用方法というよりも、この吉村知事がこの段階でですね、このマンボウを、要請するみたいなことを言う、このタイミングがなかなかいいと思いますね、このアナウンスメント効果って言いますかね、実際にこの、罰金を科すとかですね、そういった厳しい措置をするよりも、今非常にこう厳しい環境にあるということをですね、知事やまた政府がですね、率先して言うことによって人々の行動をある程度コントロールしていく、これがまあ重要かなと思いますね、それ以外何かあるのかなという気もしますね、逆にね、これどうでもいいことなんですが、通称がなんか柔らかくてね、マンボウだから、でもこれは本当はね、その、だって20万の過料もできるくらいのワンランクアップしたこの措置じゃないですか。そうですね。ところがこのマンボウで、頭の中に今ね音楽が流れてますけどね。
ちですか。うマンボウそっちじゃないから私泳ぐ方なんですよ。マンボウっていうとなんか大きくてね。僕はね北森雄のねドクトルマンボウ公開、そうですねそれもあります、っていう風にほら何かこうねいや引き締めなきゃっていう方向に行かないですよね。通称だと行きづらいなっていうのが個人的な感想でして、まあええあのね、緊急事態宣言自体も本当にどこまでそれ、はい、その宣言がね、はい、効果があったのか、はい僕はね結構疑わしいものがあると思うんですよね、逆にこう飲食や観光の、ところにね、はい過大なこう経済的な負荷をねかけすぎたんじゃなかろうかと、はいそれは去年も思いましたし今年も思ってます、まあ、そういったあの今回の、ね、このマンボウも、それ自体がどこまでね本当に効果があるのか、つまり飲食店の、方々をね締め付け上げても、それはこうね経済的なあの、ね、あの被害だけを拡大するだけで、蔓延にはねあの防止にはやっぱこう会食する人たちのこの意識を高める会食する人たちに逆に罰金を課した方がまだ早いかなっていう気もしますよね、そのくらいの気持ちってことですね、まあ、例えばねあの厚労省の人たちが23人でこの宴会をしたと、ね、もう取り締まる方が、あの取り締まるっていうか、そのね、率先してやらなきゃいけない人たちの方が、全くね呼びかける立場のね人たちがですからね、だからそれを見るとね本当なんていうか人間の行動をコントロールするのは難しいなというふうに思いますよ ね、 はい、さて新型コロナウイルスの感染者数が再び急増している各県では、昨日飲食店に対して新たな営業時間の短縮の要請決めたり、すでに出している要請を延長する動きも相次いでいます。兵庫県では酒類の提供を伴う飲食店などへの夜9時までの時間の短縮の要請、これを今月31日から来月21日まで3週間延長します。沖縄県那覇市などの飲食店遊業施設を対象に4月1日から3週間、夜9時までの時短を要請すると発表しました、まあ、この沖縄県としてはですね、今確かにこの増えてきている一方ではやはりゴールデンウィーク見てますね。ゴールデンウィーク前になんとか減らしたいっていう、だってあそこが書き入れ時なわけですよね。あのね、この今回のこのね、緊急事態宣言の、明けの前後、私の家の近くにもですね桜の名所みたいなのあるんですよね、すごい人いっぱいいましたよ、で私自身もですねこんなこと言ってますけど、1年2ヶ月ぶりにアイドルのライブ行っちゃいましたからね、まあ、それはねちゃんとルールを守った上で、それは守れば別にねどうってことはないんですけど、ただねやっぱ全体があの盛り上がってしまうと、中にはですねハメ外しちゃう人が本当にいるんですね。ハメ外すってのはもう感染防止をしない形でね、そういうことですね、それがやっぱ出てきてしまうのがやっぱ大きいね問題かなと思いますよね、はい、まあ、ですから感染の防止策、あのこれは一人一人のねやはり自覚っていうのは失ってはいけない、そうですね、それが重要なんですよね、なかなかね、だからまたね、この緊急事態宣言みたいなものをもう一回やってしまうと、本当に経済に大きな被害がね、いくと、だからこの世論調査を見るとなんか感染防止のをね求める声の方が大きく思えるんですけれども、やはりその裏側にはねやっぱ経済的な被害っていうのはすごいね、広がってると思うんですよ、そういった点を考えると安易にこの緊急事態宣言だとか、あるいはこのマンボウでさえもね、まあ、安易には取れない政策だと思うんですよ、そこをねやっぱこうね、我々自身もよくこう自覚してね、動くしかないなと思いますね。でもいつも田中さん言ってる通りですね、どうやったら私たちもっていうと、その先に安心があればあの冷静になれるんですよね、それやっぱり今お金ですよね。そうですね、だからあの長期的にね、あの1回でこの一律給付金ドカーンってやるんじゃなくて、もうこう、新型コロナ、これからね1年先2年、1年2年も続くっていう前提 で、 で、ね、毎月あの給付金、あのよく言ってますよね、国民1人当たり、まあ、あの月々4万5万、毎週1万円ずつ、配るのもいいですよね、まあ、それ全員配ったって、50兆か60兆円ぐらい、まあ、あの大きいですけど、まあ、どうにかなりますよ、2年ぐらいだったらね、でさらにこう低所得者層に絞ると、例えば3000万人ぐらいの、ね、毎月5万円、もうたった15兆円ぐらいですよね、年間、どんとこいですよ、たったっていうところが素晴らしいですよね、たったっていうところがね、だってあの去年 の、 その大、
算時補正予算、はい、あれ19兆円ですから、そこにもあの及ばない額ですよ、はい、まあ、それいいじゃないですか、そんなぐらい、はい、まあ、5万円多かったら、じゃ あ, あの4万円でもいいですよ。いやいや、5万にしましょうよ、ね、それをまあ1回であの、ね、やってもいいですし、あの、まあ、毎、ね、あのずっとあの、毎月配るのもいいですけど、はい、毎月配った方がいいかな、あの、その、まあ、それだったら、まあ、消費税を下げるっていう手もあります。そうですね、やりたい、ね、政策は、ね、いっぱいありますよ、先ほども言いましたけど、はい、今日あの西村大臣と会いますから、はい、田中さんがね、もう そこら辺を、ね、あの、具体的に、詰めていきたいなと思いますね、はい、今ね、あの手の内をさらすとですね、はい、これから、ね、財務省の妨害が出て、あ、そうかそうか、田中来なくていいみたいなねあれお前財務省なのになんで違うじゃん省庁っつって、そうだ、ね、でもね、やりかねないですから。あ、そうなんですね、なんつったってね、あの菅総理と、はい、会おうと思ったんですけど、はい、菅さんは会ってもいいと、はい、言ってきたんですが、菅総理本人はね、そう、ところがスケジュールを組むのは財務省 その前の秘書官なんですよ、はい、それがね全然ね合わせてくれないんですよ、本当ふざけてるなと思って、ってことはいい案だと思ってるんですかね、思ってるんじゃないですか ねきっと。でしょうがないんで、あ、違うや、それはダメだって言ってるじゃないですか。すいません、あの、もうね、西村大臣だったら、ね、あのリフレ派、活躍してますから、リフレ派かっこ仮っていう噂もあります。私はリフレ派だっていうね、あのなんか噂を聞いたこともあるん で、 あ、そうなんですね、本当なのかと、ええ、嘘ついたらですね、ええ、僕のね、あのこのスキンヘッドで、あの光らせちゃうぞってというね、またあの、言える範囲で結構ですから、どういう中身だったのかね、もう教えていただければ、もうライブ放送しちゃいます、ね、嬉しいですから、はい、さて続いていきましょう。こちら、読売新聞、気候変動企業の戦略開示、上場企業の行動原則を記したコーポレントガバナンスコード、企業統治指針の見直し案の全容が昨日分かりました。東京証券取引所の最上位市場のこの上場企業に、気候変動関連の戦略目標の情報開示を求めると。金融庁と東証が今月内にも案を公表し、6月までの改定を目指します。で、具体的にはですね、気候変動に関する情報開示の国際的な枠組み、気候関連財務情報開示タスクフォース、これに基づいて取り組み状況を明らかにするよう求めます。で、主要局の、この金融当局がまとめた提言では、気候変動に対する経営戦略ですとか目標、リスク管理などを投資家に報告するよう求めています。企業統治指針に法的な拘束力、これはないんですが、従わない企業は理由を投資家に説明する必要があります。で、指針の改定で企業は気候変動への対応を一層強化することが求められることになるということなんですが、この気候変動に対する経営戦略を上場企業に求める、これどうでしょう。本当ね、気候変動というのはこの環境問題、なんつうの、はい、もうストーカー化してますねどっちかっていうと、はい、ほんとね、こんな、まあ、世界の流れに従おうっていうことなんでしょうけどね、まあ、炭素税の導入とかね、そういったところにも前向きですしね、もう環境であれば、またこういった気候変動をね、この持ち出せば、はい、我々国民や企業が全部言うことを聞くっていうね、前提で、政府やあの行政が動いていると、これはやっぱね、誰か言ったんですね、止めなきゃいけないなと思うんですね、はい、大体ね、この、 あの気候、環境問題でどこが得するかっていうとね、日本はね、おそらくね、非常にこの経済的な負担が重たくなっちゃうんですよ、企業もね、我々も、はい、例えば最近で言えばね、あの小泉、慎次郎大臣、はい、かっこ仮、あ、違う、いや、かっこ仮じゃないですよ大臣ですよ、はい、小泉大臣、小泉大臣がですね、はい、あの有料ストロー、はい、ね、本当ひどい政策だと思うんですよ、あれね、あのやっちゃうと、このストロー、あの、あ、なんていうか、プラスチック製品を、ね、はい、使ってね、あの、お弁当を食べたりする人たち、あのドライバーの方であるとか ね、あの僕なんかもそうですよ、はい、あのやっぱこうだ、あの車で、長距離通勤してますから、はい、まあ、パーキングエリアでね、お弁当を車の中で取ろうなんていう時にね、やっぱそういうものがあった方がいいじゃないですか、はい、手で食べろというのかと、ね、あと、じゃあ自分で持ってこいっていうのかっていう ね、そんなことできない、その方が不衛生だって場合もありますからね、ありますよ、
まあ、はい、そういったね、あの庶民の気持ちに立ってないですよね。で、まあ、経済的な負担だけをあの、ね、求めると、はい、そうするとですね、日本経済にとってはあのマイナスですけど、どこが得するかというとね、中国ですね。中国なんですか。中国はね、こういったね、あの、はい、環境に配慮した、はい、あのやり方、それで儲けようとしてますか。はい、あ、もうすでに、はい、そうすでにですね、であの環境 配慮型のビジネススキームみたいなものをですね、あのどんどんですね、海外に売り出そうという狙いがあるんですよ。で、一方で自分たちはね、石炭を使ったね、あの火力発電をバンバンと、今も作ってるんですよ、はい、これ止められないんですよね、一回計画を立てちゃうと、はい、あっちはねほらトップダウンですから、はい、あのそのね計画を変更すると誰か上の人が責任取んなきゃいけないから、はい、そのままねどん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 火力発電今も作ってるんですよ、でも誰も文句言わないですよね、中国に、はい、ね、日本の場合はね、その火力発電に対する補助金もね、はい、あの今度やめるんですよね、あの輸出のね、あんな素晴らしいね効率的なね火力発電、これは発展途上国にとって非常にね、あのありがたいと思うんですけど、はい、これね中国もねそれを売り込もうとしてるんですよね。あ、そうなんですか。だから日本がそれをねやめちゃうと援助をね、はい、あの中国が儲かっちゃう。そうですね、だから火力でも中国儲かるし、はい、こういった環境ビジネス的な発想でもね、中国儲けちゃうんですよ、はい、で日本とか先進国だけ経済的にダウンと、はい、そうするとどうなるかっていうとね、経済的な覇権がねますます中国に行っちゃって、ああいった非民主主義的な国に、あの世界経済の、あのリーダーを任せていいんですかって話ですよね、はい、そうですね。どうなんですか二階さん。あ、違うか。いや昨日あのドイツと結んでいろいろお話聞きましたけど、ドイツのやっぱり大きいニュースも、まあ、そんな新しい火力発電所ではないですけども爆破したって言ってますからね。爆破したんですか。ドイツはだからまあ老朽化したものなんでしょうけど もメルケルさんが、いや、だからメルケルさんはほらだって原発だって全部やめましょうとか、もうその自然環境に関してはですね、まあ、それで自然環境派のねそういったビジネスね、はい、裏側にはねやっぱ中国企業とかがすごくついてるんですよ、もうね、お前もなんかこんなこと言うとね、はい、なんかアンチ中国みたいな感じですけど、僕は違いますよ。あの中国と日本のね、はい、経済学交流の研究も先駆的にやってたんですよ、はい、だから言えるんですけど、やっぱね、中国の、政府つうか中国共産党、はい、これはもうダメですよ本当ね、はい、だからそうなんです。よく言われるのは中国の国というより中国共産党というこのそうです、ね、システムがね、これがまさに、ね、政治 の、ね、あのまあ、腐敗、はい、もうこれは深刻なもんだと思うんですよ、うん、そうですね、自分の国でやってるのはいいんですけどね、それをね海外に、ね、持ち出してくんだと言いたいですね、はいはい、続いてはこちら、日本経済新聞、日米台湾海峡明記へ。日米両政府は4月上旬にワシントンで開く首脳会談の際に出す共同文書で、台湾海峡の安定が重要だとの認識を明記する調整に入りました。中国の海警法に対する深刻な懸念も表明します。中国の覇権主義的な動きに日米で対処する姿勢を示すと。台湾海峡、日米首脳会談の文書で明示するのは珍しいということです。菅総理、バイデン大統領がその大統領に就任して初めての対面で会談する首脳として招かれました。で、アメリカは中国への危機感を強めていて、同盟国の日本との連携、これを重視しています。で、中国は先月海警局を準軍事組織に位置づけて、外国の船舶に対して武器使用を認める海警法を施行しています。2月1日施行ですね。で、中国は台湾周辺の海域で圧力を強めていて、軍事衝突の懸念が高まっているということなわけなんですけども、これは田中さんどうご覧になってますか。まあ、軍事衝突の懸念が高まってるってね、まあ、この種のニュースでなんか警告的に出るんですけれども、むしろ僕なんかはですね、やっぱあの日米、もう台湾も加わってですね、尖閣、まあ、台湾加わんねえか、尖閣諸島だと、尖閣諸島の周辺で日米でですね、はい、あの軍事演習した方がいい、軍事防衛演習ですか、はい、した方がいいと思いますね、本当に、はい、それで、あの中国側に、牽制すると、はい、ぐらいの強気の方がいいと思いますね、まあ、アメリカ側もこう危機感を強めていて、はい、まあ、第二列島線っていうんですか、あの、ガム島とかですね、はい、を結ぶあの、あのラインですね、はい、そこまでですね中国のこの脅威が迫ってると。そうですね、今ね、あの問題視されたの第一列島線といって、台湾だとかね、尖閣だとかあれ、そうですね、それじゃなくて第二列島線あるんですよね。そうですね、そっちの方までこう来てるっていうね、はい、あの問題意識がアメリカの軍部にはあるみたいで、それでまあ予算措置も増やしてほしいっていうね、あの報道もありました、まあ、そういうふうな危機感を持つぐらいであればですね、まあ、これね強気に出た方がいいと思いますね、はい、中国側はね、あの
こっちが強気に出ると、かなりですね、ビビると思うんですよ、はい、おそらく、今だったらね、はい、まだギリギリ、これがまあ5年10年先になるとそうはやらないですよね、例えば経済的にもですね、2028年ぐらいになると GDP が、はい、アメリカを追い抜かすと、はい、そうするとですね、これ中国的なマインドから言うと牛は多いって感じでね、はい、我が世の春ですよ、すごい強気になると思うんですよ、ですからポイントは経済でどうこう対抗していくかというよりは、こう包囲網を作っていくかというのが大事なんでしょうね。安全保障とあと経済の包囲網ね、バイデンさんはなんかジョンソン、イギリスの、ね、ジョンソン首相と、はい、一帯一路に中国 の、はい、一帯一路路線に対抗するようなものを作ろうと言ってますけど、それねもう遅いくらいなんですよ、もしそういうふうに言うんだったら、はい、TPP にも早く戻った方がいいですね。そうですね、そのが手っ取り早いってことですね、そうしないと TPP にこの中国が、ね、加わっちゃう可能性が、ね、増してきますから、はい、日本側も、ね、ともかく、ね、ビジネス界、はい、もう見てもね、もうなんて言いますか、中国ありきみたいな形で、この新型コロナ危機でね、やっぱこのサプライチェーンを中国に依存するのがまずいと言いながらも、はい、一方でもう再開すればすぐ中国依存みたいなね、はい、中国どんどん投資を増やそうと、そんなことを思ってるのは世界の中で日本ぐらいですよ、日本と韓国ぐらい、そういったね態度を改めない限り、これはねなかなかね、日本の人たちの意識も変わらないと思いますね、まあ、今言われてるのはその、まあ、全体主義とですね民主主義がね、まあ争ってると、まあ、そんな中で人権問題があります、はい、その人権問題で今アメリカと、まあ、例えば EU だとかあとまあ日本も含めてですね、そこはどういうふうにこの経済で、それはやめるべきだっていうか、もうやめさせるっていう対策が取れるかっていうところはなんか大きいような気がするんですがね。そうですね、だから一番中国側が嫌がるのが、はい、国内への資本の自由化ですよね、はいはい、まあ、中国共産党が牛耳っているような企業が、不透明な企業が、ね、多いんで、はい、そこら辺の会計をです、ね、はい、全部オープンにするとか、不良債権は、ね、全部です、ね、開示するとか、はい、やっていくと、多少です、ね、面白い展開にはなると思うんですよ。つまり、欧米並みの、まあ、日本も含めたです、ね、欧米並みのです、ね、情報開示を、中国企業に迫るような形で、資本の自由化を促していくと、はい、いうことをやれば、ね、結構、ね、それは世界経済にもプラスになるし、中国にとってもです、ね、自分の国の経済政策を見直す、ね、いいタイミングだと思いますね、はい、あと資源の問題で中国がその生産量で6割の世界シェア握るレアアースですね、はい、これがあって、まあ、日本だって欲しいしアメリカオーストラリアインド、まあ、この4カ国が協力するなんてことも言われてます。レアアース高性能なモーターとか蓄電池などにもうなくてはならない素材です。ですからこの経済の対中依存っていうのも脱却していかなきゃいけないっていうところ、これは本当ね重要ですね。そうですね、ただねやっぱね、経団連であるとか経済同友会、はい、そういったねビジネスの中核を示すような人たちの、中国依存、はい、まあもう中国のね属国になってもいいみたいなね、意見を持っている経営者も実は多いんですよ、はい、本当ね何を考えてるんだ、戦前のね、教訓生きてませんね、全くね、民主主義ではない国と組んでしまうと、さらに言論の自由も政治の自由もない国と組んでしまうことの恐ろしさをね、ぜひねビジネスの最前線の人たちもね、はい、反省してほしいなと思いますね、はい、以上ニュースピックアップでした。時刻7時33分です、もっと前から今喋るべきだったようですね、外からなんか喋れ喋れみたいなこの、バックグラウンドミュージックが、あるんですけども、あ、タイミングが すいませんでした。そうなんですよ、心地いいななんて思ってて、田中さんと次何喋りましょうかなんて ね打ち合わせしてたら、あっという間の時間になっちゃいましたね。あ、本当ね、いやもう7時半過ぎてるんですよ。1時間枠の時はこの時間帯は僕にとってはですね、自分の社会的地位をかけるような時間帯だったんですが、やった今日は大丈夫だ、何時とねお会いするって言うんで、もう、お仕置き部屋に、連れてっちゃおうかないやどういう会話をされる、15分ですか、はい、15分、ね、ずっとですね、菅さんともあったし、ね、減税とか給付金とか言い続けましょうか、はい、今朝のコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんでした。田中さんありがとうございました。時刻まもなく7時35分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。